本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、歯ブラシをやっていきたいと。やっていくって何をやっていくのか分かんないけどね。なぜ購入したのかと言いますと、こういった YouTuber をやることによって自分の顔をさらけ出すんですよ。肌のコンディション、口は隠れてるんですけども、やっぱりそのこだわっていきたい、簡単にできることだったらもうどんどん取り入れていきたいわけですよ。はい、ということでですね、今回は歯ブラシ、しかもですよ、電動歯ブラシというものをですね購入しました、 Amazon でね。普通の歯ブラシと電動歯ブラシですね、調べたところでは電動歯ブラシの方が比較的おすすめ。細かな振動が歯に当たるので歯石が取れる、歯ぐきケアだったりきめ細やかに磨けるところですね。いきなり高い1本買うよりもまずは入門、まず安くてレビューが高いものをですね今回購入しました。価格に関してはですね、本編最後に公開しておりますので、ぜひ興味がある方は最後まで見てください。このチャンネル、商品レビューを中心多ジャンルなチャンネルとなっております。興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただければなと思っております。こちら一つですね、ちょっと見てびっくりしたのが、購入したのがブラシモというところなんですが、到着した商品がですね、どこにもブラシモって書いてないんですよね。ここソニマートと書かれております。裏もですねソニマート、ここの部分もソニマート、ここもソニマート。え、明細書を見ましたところですね、やっぱりブラシモと書かれてるんですよ。これはどういうことですかね。まあとりあえず開けてみましょう。で、まずは説明書ですね。はい、日本語と英語表記で書かれております。この3つが入っております。中身なんですけども2本入っております。これは多分替えのブラシですね。タイプ C の USB ですね。はい、でお待ちかねの電動歯ブラシ本体です。はい、こちらですね。あ、ここに、ここで USB 充電できるそうです。なんか未来的な感じがしますね。すごいもうツルツル。やっぱりここソニマートって書いてますね。ソニマートでいっか。ソニマートを買ったということで、向きは特に関係なさす。あ、関係あるね。関係あります。はい、こんな感じですね。ここ一回押してみます。強っ。こちらの歯ブラシにはですね、モードが4つございます。クリーン、センシティブ、ホワイト、ポリッシュ。押すことによって、体験してみたいと思います。クリーンは歯をきれいにするとき。結構強いな。これは変わるわ。次行きましょう。センシティブ。ちょっとじゃあ歯磨き粉つけてやってみますか。ノニをリセットし、口臭を防ぐ、ライオンからってもあります。これとても爽やかなミントなんで、とてもおすすめです。歯磨き粉をつけたので、ちょっとやってみたいと思います。うわ、ちょっと、だって電動してるところにさ、クリーム状つけたらもう飛び散るのは当たり前だよね。ちょっと待って、ちょっと、あ、舐めるな。口に入れた時に押せばいいんだよ。とりあえずもう一回挑戦させてください。口に入れた中でスイッチを押して、これクリーン、センシティブ、ホワイト、わー、かっこいい。お、え、4つのモードを試してみました。なんかね、口が本当に爽やか。最初はですね、衝撃が強いかなと思ったのですが、もう磨いた後に、あ、磨いたなっていう感がすごい変わります。毎分3万1000回転、もう早すぎて分かりません。で、サイトには1回の充電で約4週間持つそうです。充電はちょっとこれですね、長いんですけども。で、本体なんですけども、防水機能付きです。本体丸洗いできちゃいます。オートタイマーというものがありまして、2分経過しますと自動的に止まるというシステムだそうです。で、こちらの価格なんですが、 Amazon で当時購入した金額です。2495円で購入いたしました。カメラ OK、 音 OK、 やつ OK、 用意スタート。約1週間ぐらい経ったんですが、やはり普通の手動でやるよりも磨いた後のスッキリ感が段違いにいいです。まずその1回湿らせて、歯磨き粉をつけます。そして歯磨き粉をですね、まんべんなく歯にすり込む形にしてからですね、スイッチを押すと、あとはもう口閉じてください。まあある程度やっ
ったら、まあ、あとは一回止めて、動でざっくり磨いてください。で、縦にやりたい方はですね、洗面所下向きながら、ガーってやった方がいいです。でないともう結構飛び散っちゃうんで、ぜひですね、こちらコスパすごくいいので、おすすめです。もし興味がある方はですね、概要欄にこちらの商品貼っておりますので、見ていただければなと思っております。監督ラボの動画ですね、こういったいろんな商品紹介ですとかもやっておりますので、興味がある方、ぜひチャンネル登録をして、他の動画も見てください。また次の動画で会いましょう。監督ラボの監督でした。